AS532 クーガーフランス空軍のユーロコプター a s 5 3 2ル1 a s 5 3 2は総発のファム用ヘリコプターで愛称はクーガー。フランスのアエロスパシアルで開発され、後に同社のヘリコプター部門が合併したユーロコプターで製造されている。SA330 ピューマをアップグレードした AS332 シュペルピューマから 1990年に軍用型を分離したものである。この後継機として開発されたものがユーロコプター EC725 である。AS332 シュペルピューマは SA330 ピューマの後継機として設計され、1977年9月に初飛行した。これは出力1 3 3 0ットのチュルボメカマキライジ。 A1 ターボシャフトエンジン2機、グラスファイバー製のローターブレード、改良された膠着装置とテールフィンを装備していた。1990年、軍用の AS332 は AS532 に形式が変更され、相性もクーガーに解消された。これは民間用と軍用の市場を区別するためのものであり、AS365 ドーファンの軍用型も同年に、 AS-565 パンテルに解消されている。ユーロコプターの社名変更に伴い、現在は H-215M と解消されている。固有の武装は持たないが、武装型はガンポット、ロケットランチャーの搭載、ドアガンの運用が可能とされている。フランス陸軍の AS-532 ウル、チリ海軍の AS-532SC エクアドルの AS532 クーガーオランダ空軍の AS532U2 スロベニア軍のユーロコプタークーガートルコ軍はザー機として数機のクーガーを使用しているカナダは CH-113 ラブラドールとして運用した V-107 の後継としてクーガーの購入を検討したが結局 CH-149 コルモラントを購入することにした出展カレクタースティックスブラシー S ワールドエアクラフトシステムズディレクトリ初言性能。ありがとうございます。